どうも、スネコです。端末括弧ミニ実況シリーズ、ドッキリ神返し3やっていきたいと思います。パート1ということで、今回はドッキリ神返し3をやっていきます。はい。やっていきます。前回のですね、端末括弧ミニ実況シリーズの方ではですね、ドッキリ神返し2の方を実況いたしまして、まあ一応ね、最終ステージまで行きましたので、今回は、その、まあ、ドッキリ神返し2の続編、続編のドッキリ神返し3ですね。の方を、また、再びやっていこうかなと思います。まあ、とりあえずね、やっていきましょうということで、弾け返しです。まあ、いつも通りでやっていきますよ。弾け返し。なんだ？そうかそうか。ボイコのピッキを開始しよう。遊び方、気になるところをタップ。いつもと同じだね。タップ。アイテムは使いたい場所までスワイプ。そして、OK です。なんもなかったよ。で、お、ポップコーンあれかな？おお、出てくるね。あわわ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 わ。ハリケだ、ハリケすぎだ。ボーイくん。はい、まあ、助けましょうね。多分、この蓋だよね。今だ！どうだ？これで、大丈夫。開けて、おいしい、ポップコーンの出来上がり。やったー。どんどん食べてね。開始成功でーす。まあ、こんな感じでね。まあ、進めていきます。じゃあ、次行きましょう。一面クリア。では、おお、6面回復しましたね。まだまだなんですよね。さあ、2面です。KO 回避で使おう。レスリングで、レスリングがボクシングまあ、レスリングかな。大丈夫かな、ボーイくん。なんか、相手強そうだよ。いけるか？行ってこーい。危ないよ、ボーイくん。KO！違う。ボーイくん、なんか持ってない？おー、何だ？仮面？あれ？取っちゃっていいのかい？え？なんかちょっとかわいそうだな。あ、でも、ないな。あ、じゃあ、代わりに、ボーイくんにかぶせてみようか。かぶせれたよ。どこ立ってんの、ボーイくん？もしかして？もしかしてだけど？飛んだーと飛んだというか、なんかトルネードキック。やったー !KR! ウィナーボーイとか言ってね。いや、次行きましょう。OK! 順調ですね。ね、2のね、なんか、まあ、飛び箱でね、結構時間かかってしまったんですけど、じゃそれより早いよ。さあ、行きましょう。隅回避。3面です。あ、隅って、あ、そっちの隅か。はごいたの隅だね。てっきり、なんか、まあ、隅っこの隅かなーとか思ったのは、大丈夫かなー。しね、この、そういうあれはないかなー。ん？え？あ、なんかボタンあった。見てしまってましたね。あれ？なんかボタンあったっけ？まあ、もう一回行きましょう。あ、なんか、打ち返すってボタンあるね。ま、ちょ、タイミング怖いんだけどな。ほい。よし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 。おい、なに、スマッシュ？待て、こっち、あ、なに、よし、行けー。あ。あ。あれ？弟強いよ。弟、強いよ。ちょっと、弟。どうしよう。なんかスマッシュってボタンありましたけど、スマッシュ使ってもダメだったな。はい。打ち返そう。はい、打ち返す。あ、すごいね。なんか神経勝負だね。スマッシュのボタン、よし、今だ、いけ、スマッシュ大、あれ？ボーイくん、スマッシュ、なんだ、タイミング外すのかな？もう一回やりましょう。レッツゴー。はい、あげてー。ほいー。あげていきます。ほいー。さあ、さらにどんどんいきましょう。ほいー。
わかって、スマッシュ打とうと思うときはやっぱやめて打ち返しましょう。お、そのに行くね。あ、まだ、なんかまだ、まだまだいいんじゃない？ほい。なんかだいぶ高いな。どうだ？いっけー、ほいや。やったー。やったぞやった、勝てたぞいやー、勝てましたね。よかった、よかったということでね。たまに負けるのもね、まあ、いいんだけどね。CM です。さ、3面クリアということで、次行きましょう。4面です。枯れ返し、やっていきましょう。枯れ返しです。朝顔かな。朝顔がね、枯れてますよってことですね。なんか夏休みとかでね、よくありましたね。なんかね、あ、でもよくあった、よくあったんかな。でも、なんか小学校低学年の時しかしてないような感じするけどな。風邪あー、花びらが。あー、ボーイくんの朝顔が。ごめんよ、ボーイくん。またやっちゃったしね、こう。あ、重たい、持てない。お水は大丈夫？一滴、これじゃダメだ。なんかないか？これはなんだ？あ、ロープ、ロープじゃない。ロープって言っちゃった。ホースだね。ホースつけて、これで、いけ！出すぎない。あ、ぽいくん、足、耳をかかったよ。ぽいくん、しっかり見ようよ。じゃあ、ホース持って、順番間違えた。同じことを2回やってる。失敗でーす。ね。どんくさいね。ま、しないこどんくさいんです。はい。はい、つけて、ボイ君、足。あ、いけたかな？よし。これをかけると、朝顔がきれいに咲きまーす。やったぞー、咲いたぞー、わーい、ということでね、クリアでーす。クリアでーす。やったねー、ボーイくん。よかったよー。よし、じゃあ次行こっか。CM でーす。よし、では、このパート最後にしましょうか。次5面です。憂鬱回避、やっていきましょう。当たり？なんだ？なんか困ってるね。あ、なに？あ、なんか、蚊に刺されたのかな。あ、ちゃう。もしかして、虫歯。虫歯かい、ボーイくん。なんだこれ。なにこれ。ルーペ？レンズ、あー、虫歯がいてる。虫歯がいて、虫歯。虫歯菌まあ、いてますね。わー、おー、また復活するじゃん。どうしよう。どうしようか。あ、待って、これ、もしかしてなんか生えかけてる。あ、乳歯が、抜けました。これで、大人の歯に。やったー、グリアだー。いやー、なんか気づきましたね。よし。じゃあ、おいしょ。はい、ということでですね、一応5面までやったので、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。まあ、終わる前にカード図鑑です。まあ、今回もですね、ドッキリ神貸し2、1同様に、このカード図鑑が存在していますね。はい。で、今は、こんな感じで、なんか、星さんのプラチナカード的なものが取れてませんね。他にもあるのかな。で、多分ナンバー24ぐらいまで今回のパドで、取れる範囲なんかなと思います。あ、なんかまたもやなんかプラチナがありますね。プラチナなんかだな。なんかプラチナ結構あるんですね。なんかまあゴールは取れてるんですけどね。よいしょ。では戻りましょう。はい、ということで次回のパートは、このステージ6からやっていこうかなと思います。ハテナ回避。ハテナって、なんか、怖いですよね。何が起こるかね、わからないので怖いですね。
はい、ということで次回はこのね不定理6はてな回避からやっていきますってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら高評価チャンネルの方もよろしくお願いしますってことで、また次回の動画でお会いしましょうってことで、ありがとうございました。